気高き戦記マルティナ。うーん、今度はマルティナ姫の冒険か。いいね、マルティナいいっすね。堪能してやるぜ。グロッタの街、ようやくたどり着いたわ。おい、あんた、見たところ旅のものだろう。誰？あの町は今ひどいありさまだと聞くよ。命が惜しけりゃよそへ行くんだな。すごい肌が黒いな。ご忠告どうもありがとう。けれどそういう場所だからこそ私はあの町に行かねばならないの。この闇に覆われた世界で苦しんでいる人たちを助ける、それこそが私の使命だから。やれやれ、こんな世界になっちまってみんな自分のことで精一杯だってのに、人助けなんてご立派なこった。そりゃ勇者一行ですからね。であなたはどこに？あなたはどこに行くの？みんなだってもし生きていればきっと同じようにしているはず。そうね、夜助けパレードをしてるんだよ。こうして旅を続けていればまたどこかで会えるかもしれない。そうよね。そうだぜ。え、魔物うよよいいんじゃん。どういうこと？町の中に魔物が。これは一体。ああ、ああ。俺たちに逆らうと生意気なやつだ。まだ自分の立場ってもんが分かってねえようだな。何、魔物の町になったのか。二度と愚かな考えを持たぬよ。その根性を叩き直してやる。待ちなさい。お、はっ、かっちょいい。ブギー様に報告だ。ブギー様。ああ、ジャミラスの偽物が。助けてくれてありがとう。俺はグロッタの町で投資をしてたものさ。あんた仮面舞踏会に出場して準優勝したマルティナさんだよな。どうしてここに？むしろどうしてあなたは私を覚えている。まあこんだけな。印象強かったら覚えてるか。私は人々を苦しめる魔物を退治しながら各地を旅しているの。その道中でこのグロッタの町が魔物に襲われたと聞いてやってきたのよ。話を聞かせてもらえるかしら。世界が闇に覆われた後、妖魔軍王ブギーって魔物が町を占拠して俺たち人間を働かせ始めたのさ。妖魔軍。元チャンピオンのハンフリーをはじめ何人かの闘士がブギーを倒しに向かったけど、その後誰一人戻ってきやしない。やば。俺もなんとか一矢報いようと魔物に逆らってみたけど、このざまさ。そうな、もう君は闘士失格じゃないか。苦しんでいる人たちを放ってはおけないわ。そのブギーという魔物は私が倒してみせる。でもいくらあんただってブギーはこの町の3階、かつて闘技場があった場所にいるらしい。命が惜しくないなら行ってみなよ。まあいかんせん一人だからな。さっきのシルビアといい回復ができねえからさ、結構きついかもね。呪文覚えてないもんね。完全にアリーナ体質なんで大丈夫かしら。武器を倒すなんていかに無謀か、この町に来たばかりなあんたには分かるはずもないだろうな。なんでそうやってさ、テンションの下がること言ってくるかな。ブギーはこの町の3階、かつて闘技場があった場所にいる。はいはい、行ってきますよ。クロッタの町の人を苦しめるブギーとはお前のことね。お、早速か。いかにも、僕ちんこそロトゼタシア一の伊達男、妖魔軍王ブギー様だじゃん。じゃーん。お前が僕ちんに逆らおうっていうおバカさんだね。さあその間抜け面を見せてみな。ブギーね。
おお、三つ目の伊達男。ブギーブギーどうした。あ、まあ、その気持ちはわかる。キャワユイ。キャワユイところじゃねえぜ。ピアーパンサーのように艶やかな毛並み、ギガンテスバリに引き締まった筋肉、ボクチンのタイプ、ど真ん中だじゃん。まあ筋肉もいいんだけどね、もうちょっと上の方見てほしいよね。決めた。君はこの瞬間からボクチンのマイスイートハニーだよ。一生ボクチンのそばにいてちょ。それは許さんな。ボクチンのじゃねえぞ。それは私のだ。それは私のだ。何をふざけたことを。そんな可愛い顔で見つめられたらボクチンキュンキュンしちゃうじゃ。よし、素敵な君との親睦の証としてボクチンからプレゼントをあげちゃう。ぜひ受け取ってほしいな。やばいな、このブギーと僕は気が合いそうですね。何？じゃじゃじゃーん。おお、ボクチン特製のバニースーツさ。おいおいおい、君に似合うから着てみちくり。バニースーツを着させて何をしおってんだ。やべえな、黙りなさい。よだれが止まんねえぞ。あっ、ブギー。ああ、出会ったばかりの二人が触れ合うなんてハレンチすぎるじゃん。まだ君の名前すら聞いてないのに。じゃあ逆に聞くけど、そのバニースーツを着させてどんだけハレンチなことをしようとしてたんだお前は。ボクチンはどうしても君にこれを着てもらいたいだけなんだ。ほら、あれを見て。そうな、それをね、僕も着てほしいな。あああああああ、あいつらに手を出されたくないならこのバニースーツを着てくれないかにゃ。なんという公開処刑。しょうがねえな。おおお、ブキ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 。まあ言ってもね、バニースーツはもう着慣れてるでしょ。マルティナの場合は散々ね着させてましたから。もう慣れっこい。うーん、でも青色ってあんまり見ないけどな。最高に活かしまくりだじゃん。うるさいな、ドス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 。クレはないと思うよ。でもね、ちょっとね、色合いがね、黒の方がいいと思うぞ、バニースーツは。約束よ、早く人質を解放して真面目に私と戦いなさい。ブギ、前言撤回。気が変わったじゃん。ボクチン、君のこともっと知りたいから二人きりでおしゃべりしたいな。おいおいおい、バニースーツの女の子と二人きりでおしゃべりって、それイコールもというわけでただのおしゃべりじゃなくなっちまうぞ。ブギ、うわ、なんか出てきた。何？ボクチンと可愛い子ちゃん以外のやつらはみんな吸い込んじゃってちゃ。あ、なんだ、マルティナをどっかに連れてくんじゃなくて周りの人間をどっかに連れてくってこと？承知しましたわ、ブギー様。めっちゃ可愛いな声。ああああああ、約束を破ったわね、卑怯者。お子た顔もプリチーだね。そうね、プリチーだね。君だけは吸い込まないから安心してボクチンのそばにいてよ。でもマルティナは可愛い系より美人系の顔だよね。あーあああ、いけない。どけと。あら、君は、君だけはそこに入っちゃダメだよ。ああああ、すごい、当たり前のように。はてな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 。うーん、これ装備は変えられないの？怪しきバニースタイル。ブギーお手製のバニースーツの見た目になる。へえ、呪いの力でこの見た目装備は変更できません。うん、まあ別に構わないんだけどさ。別に構わないんですけど。へえ、青目立つな。目立つな。でもやっぱり黒だよな。ちょっとね、色合いだけはね、ちょっとブギーと気が合いそうにないですね。何ここ、なんか戦ってるよ。ああ、武闘家だ。やだ、もう戦いたくない。謝るから許してくれ。
ヤムチャブギー様に立てついた罪は重い。この妖魔の監獄であと1万回は戦いの練習台になってもらうぜ。その1万回戦う相手も大変だな数える方も大変だし。いってぇ、魔王の使いかな。なんて非道なことを。抵抗できない人を戦いの練習台にするなんて許さない。やめろ、頼むから余計なことはしないでくれ。何、ド M なの？な、お前見ない顔だが新入りか。安心しろ、この人間を殺しはしない。絶対この人いいアングルだろうな倒れながら、おお、バニースーツみたいな感じで。ブギー様に立てついた罪を骨身にしびるまで叩き込んでやるのがこの妖魔の監獄のルールなのさ。じきにお前も同じ目に合わせてやる。自分の順番が回ってくるまでせいぜい震えて待つんだな。でもそのブギー様のお気に入りだから、そんなことしたらお前の命が危ないんじゃないか。ここがどんな場所であろうと見過ごすわけにはいかないわ。よしてくれ。あんたがこいつらに逆らったら俺まで何をされるか。いいから俺のことは放っておいてくれ。そんなに人助けがしたいならこの奥の監獄部屋には俺よりもひどい目に遭った連中が閉じ込められてる。そいつらのところへ。わかったわ、この奥なのね。ふん、こいつとは戦えないのか。しょうがないな。じゃあこっち。お、なんかいるよ。ゲッゲッゲー、ここから先は監獄部屋、アッシたちの魔物の戦いの練習台にする人間を閉じ込めておくための牢獄でさ。おめえさんもそこに入りゃすぐに気がめいっちまうぜ。今のうちにシャバの空気めいっぱい吸っとけなよ。もうここがもうすでにシャバじゃねえ。お、みんないる。あなたたちは仮面舞踏会に参加していた闘士たち。みんな無事だったのね。ああ、あんたもここに落とされたのか。お互いついてないな。あなたたちもブギーに立ち向かい、そのまま戻らなかったと聞いていたけれど、一体何があったというの？俺たちはブギーに返り討ちに遭い、この妖魔の監獄に落とされちまったんだ。ここに落とされた者はね、ブギーに逆らった罪を償うまで魔物たちからお仕置きを受けるの。ビビアンちゃんにお仕置き。はあ、はあ。一人ずつ魔物たちの戦いを練習台にされ、たとえボロボロになって倒れたとしても、それは続くのよ。そっか、てっきりビビアンちゃんとマルティナの二人のダブルバニーでこうなんか。なんて残酷なことを。僕たちを異空間に吸い込んで、この妖魔の監獄で戦わせているのは。メガモリーヌという魔物らしい。メガモリーヌ、なんかすごい、なんか丼みたいなメガモリみたいなそいつがいる限り僕たちはここでずっと戦い続けなければならない。毎日毎日恐怖と痛みに怯えながら。それは辛い日々だったでしょうね。でもまだ希望は残っているはずよ。その話が本当ならメガモリーヌを倒せばここから脱出できるかもしれないわね。えダメなの？希望か。そんな言葉久しぶりに聞いたぜ。奴らに逆らったところでさらにひどい目に遭わされるのがオチさ。おとなしくしてたらいつか奴らも許してくれるかもしれねえ。いいからもう放っておいてくれよ。いや、許すことはないんじゃないか。でもそれじゃ何も変わらないわ。今立ち上がらなければ。噂で聞いたわ。悪魔の子が魔王を誕生させたせいで世界が壊れちゃったんだって。ま、誕生させたせい、まあ、うーん。
言いたくないけど、マルティナさんって悪魔の子と旅をしてたのよね。そんな人から何を言われたって。いや、悪魔の子悪魔の子って言うけど、それは、銀さん何も言ってくんないし。次の仕置きの時間だ。せっかく銀さん助けてあげたのに。おお。次はお前が戦う番だ。ドイツだよ。我らがブギー様に立てついた罪、身をもって償ってもらうぞ。いやだ。あ、お前か。もう戦いたくない。やめなさい。それほどまでに人間と戦いたいのなら、この私が相手になるわ。おお。面白いじゃない、ボットレのくせに。ほんと生意気なやつね。この声はメガモリーヌ様。お、メガモリー。生意気なやつって私大嫌いなの。だから特別にヤーマの監獄名物、地獄のお仕置きラッシュを味わわせてあげる。ブギー様のお気に入りだからって、このメガモリーヌ様は容赦しないわよ。メガモリーヌに目をつけられちまった。あんた、もう終わりだぞ。まあ、しょうがないね。可愛いからね。希望がある限り、私は戦う。それだけよ。スタイルもいいしね。そりゃね、女性陣も嫉妬するわ。妖魔の監獄の本当の恐ろしさ、その生意気な人間に覚え知らせてやれ。随分雰囲気変わりましたね、闘技場も。いくら仮面舞踏会で準優勝だったからって、この戦いには勝てるわけないぜ。まったく、バカなこと。今回はペアがいないんだね、残念ながら。ハンフリーさんも戦ってくれよ。うわ、なんだ何今のは。ちょっとやめてよ、変な感じにさせないでよ。ちょっとみんなよく見てちょうだい。そこに立っているのは、無謀にも私たち魔族に立てついた不届き者よ。愚かで哀れなその人間に、自分の立場ってやつを分からせてあげましょう。さあ、地獄のお仕置きラッシュの開幕よ。まあ、要は連続で戦えばいいんでしょ。おお、でってってって、またこの BGM で戦える時が来るとは。お仕置き軍団。へえ。うるさいな。うるせえよ。びっくりしたわ今。何やろっかな。パフパフさせてもしょうがないな。行動不能にしてもしょうがないね。獣好きムーンサルト。ケツでとりあえずは攻撃するか。ケツおすり。マホトン呪文覚えてませんけど。B か。お、見とれてる。じゃんじゃんじゃん、セクシービーム。とっておきを受け取って。いいね。さあ、その魅了でな、一回痛い目合ってるからな、こっちが。なんか全然相手になんねえぞ。いいや、普通に攻撃しよう。よっ、はい、終了。ででも倒しちゃいましょう。はっ、でもう一丁強っ。負けない、余裕ですな。マルティナは最初の押し置きに耐え抜いた。おお、次。魔物は途切れることなく襲いかかってくる。どうやら戦いはまだ続く。ひょひょひょ、しぶといやつめ。おお、この何連戦するんだろう。まあひたすらぶっ倒せ。まあやるしかないな。どっちがめんどいんだろう。バキュン、かわいいな。かわいいな。
いた。え、つか弱っ。イオラ、イオラはまずいね。はい、終了。あー、ルカナめんどくさいな。つってもこいつら、あ、まあ打撃やってくんのね。もうひたすらセクシービームでね。とっておきを受け取って。ボミアス、 S が下がる。じゃあお前はケツでいいな。お前はケツだ。おらおら、あ、ケツだとダメなんだな。やっぱセクシービームにしないとダメなんだな。はい、つっても MP もあるんでちょっともったいない。もう終わり。1800、いいね。再びお仕置きに耐え抜いた。うわー、なんか面倒そうだな。魔物は途切れることなく襲いかかってくる。ここであれかな、石を使いますか。爆弾石、おらよっ。一旦を耐えるか。なんかな、サミダレ好きとか覚えさせときゃよかったな。こんなことになるんだったら。あー、もうしつこいな。しつこいな。ヘラヘラ笑ってやがるぜ。爆弾石もういっちょ。これでどう？オッケー。大したことないわね。まったくだ。おめでとう。嬉しいわ。あ、終わり？どうやら話に聞いていたお仕置きとやらもこれでおしまいのようね。3頭だけか。あの地獄のお仕置きラッシュをたった一人で耐え抜いたなんて。まあ言うてね、3連戦しかしてないからね。どうしてあれほど頑張れるの？あんな絶望的な状況の中で。君のためさ。ビビアンちゃんの笑顔のために僕は戦いましたよ。なんか来た。地獄のお仕置きラッシュを突破するなんて、やっぱりメガトン級に生意気なやつね。メガトン級。こうなったらこの監獄の支配者であるメガモリーヌ様直々にあんたに鉄槌を食らわしてやるわ。お、メガモリーヌ。声の割にこの図体かい。声めっちゃ可愛いのに。おお、フェイント。痛い。もうバトル漫画だよこれは。そんな、マルティナさん、すごい勢いだったぞ今の。くそ、戦い終わって疲れたところを狙うなんて卑怯だぞ。そうだそうだ。所詮あんたみたいな人間なんか私の敵じゃなかったわね。嫉妬って怖い。まったく。ちょっとブギー様に気に入られたからって調子に乗らないでよ。いや、ちょっとどころじゃなかったけどね。だいぶ気に入ってたよ。ブギー様が真に愛しているのはこのあたし。美貌もスタイルも筋肉だってあたしの方がメガトン級。まあ確かにメガトン級ではあるけどね。あ、マニキュア塗ってたんだ。へえ。チョーカーがまた可愛いね。ハートマークついてるよ。この程度で私に勝ったつもり？メガトン級も大したことないのね。もうお仕置きの時間は終わりよ。そんなに死にたいのならこの私が望み通りにしてあげるわ。マルティナさん、もういい。もう立つな。歯向かうのをやめればもしかしたら命だけは助かるかもしれない。このままじゃあんた死んじまうよ。アンフリーは相変わらず逃げ腰だな。ここで立つのを諦めたら待っているのは希望のついえた本当の絶望よ。今世界は絶望の闇に覆われ、たくさんの人たちが魔物に怯えて孤独にさらされている。でもそんな時だからこそ苦しむ人たちを助けたいと思った。かつて彼や仲間たちがそうしていたように。その思いが
絶望の中にいた私を突き動かし、決して揺るがない希望の光となって前に進む力を与えてくれた。だから私は何度だって立ち上がる。人の心に宿る希望の光はどんな絶望にも負けはしないわ。お、顔面いった。強い。さすがですね。おーおよわ。何今度は。あ、出た。よくもメガトン級に美しい私の体に傷をつけてくれたわね。おお、ゲンさん、やっぱいざって時にはやってくれるんですよ。強くなったね、ハンフリーも。ハンフリー、どうして。あんたのおかげで目が覚めたよ。深い絶望にとらわれるあまり俺は希望を見失っていた。孤児院の子供たちを守ること、それこそが俺にとっての希望の光だ。それを守るために俺も立ち上がるぜ。俺たちだって戦うぜ。グロッタの闘士である俺たちが試合を棄権するわけにはいかねえからな。おお、前にベロニカと喧嘩してたガレムソンじゃん。あら、ビビアンちゃん。さっきはひどいこと言ってごめんね。あなたの言う希望の光ってやつ、もう一度信じて一緒に戦うわよ。私も戦うわよって、うん、このバニーコンビでね、戦うしかねえぜ。さあみんな、こんなやつさっさと片付けて、一緒に元凶であるブギーを倒し、町の人たちにも希望を届けましょう。あんたたちみたいにムカつくやつらには普通の地獄なんかじゃ生ぬるいわ。メガトン級の地獄ってやつを見せてあげる。これ全員で戦うのかな。5人。おお、なんかさっきのなシルビア戦といい、なんとも大人数で戦えるんだな。じゃあとりあえず周りにいるやつらをどかしますか。お仕置き牢獄長と監守長。へえ、牢獄から。セクシービーム。バキューン。なんてね。いいよな。まあモブたちはどうでもいいんですよ。どうでもいいんですよ。これぞ我が美学。おーおお。これ全員なんか。あ、よかった。ビビアンちゃんがそういうサポートタイプなのね。よかったよかった。キレキレよ。全員脳筋かなと思ったんですけど。いった、いった。ちょっと待って。回復してくれんのかな、ちょっとわかんないけど、ちょっとお願いするしかないな。どんどんデバフがつくんですけど、ありがとう。ありがとう。よし、じゃあレホイミ。いいね。おお、ハンサム。あの周りから倒しません。マルティナノーダメージ。メガ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 って言ってたけど、じゃあお仕置き。とっておきを受け取って。さすがだな。だろ、セクシーだぜ。セクシーだろ。それちょっと違うか。よし、じゃあ本ゾーンに入る。やっぱり私見とれなさい。マッスルポーズ。やっぱりマッスルに対してマッスルポーズは効かねえんだな。女性。おお、やるじゃん。一戦突きやってる場合じゃないかな。セクシービーム、セクシービーム。バッキュー。セクシービームが強いわ。
ありがとう。S が戻る。いったん痛いな。岩石を放り投げた。おお重っやばいな。これはさすがにまずいね。これはさすがにまずいわ。はい、うん、回復しましょう。これぞ我が美学。あ、ハンクにも使ってくれてありがとう。ひたすらに狙ってくんな。あぶね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 。ちょっとね、回復がないのはきついね。よいしょ。こいつを飲め。ビビアンちゃんさっきからね、いいアングルなんだね。そのままで、ああ立ち上がっちゃった。おお、さあ攻撃が上がる。ひたすら狙われるな。めっちゃヘイト稼いでるもんな。覚悟しなさい。さあ来たぜ来たぜとは言ったけど別に意味ねえんだよな。とっておきを受け取って。この姿をデルカダローは見てどう思うんだろうな。自分の娘がセクシービームとか言って撃ってたら結構ショックなんだなって言ってたら終わったわ。負けない。6320やったぜ。なんで私がこんな奴らに。私の方がメガトン級なのに。まあしょうがないね。マルティナは違うところがメガトン級だからね。これで本当に終わりよ。はあ、痛い。これ周りの魔物たちはどうするんだろうね。あ、亀裂が入ったよ。早くここから脱出しないとヤバそうだぞ。そうは言ってもどうやってここから脱出するんだい。お、あれはもしかしてグロッタの町の。一か八か。みんなあそこに飛び込むわよ。なんだ、もしや可愛い子ちゃんの身に何か。お、本気。つうかこいつ自ら行けばよかったのに。あ、帰ってきた。おお、全員無事じゃん。俺たちどうなったんだ。ここはグロッタの町。俺たち戻ってこられたのか。やっぱり戻ってこられたんだ。よかった。さあみんな気を引き締めて。喜ぶのはまだ早いわよ。あとはブギーを倒すだけ。奴を倒してグロッタの町に平和を取り戻しましょう。これだけ人数いればね、だいぶフルボッコにできんじゃねえか。何？あ、まさかそのいやらしいバニースーツが。あ、黒になった。マルティナさん、一体どうしたんだ。うっぷっぷっぷ。ようやくボクシン特製バニースーツの効果が出てきたみたいだね。なんだその気になるワードは。特製のバニースーツ。はあ、はあ、って。ああ、ほらやっぱり黒がいいよ。何する気よ。これからはボクシンだけのために一生懸命頑張って働いてね、ボクシンの可愛い子猫ちゃん。もちろん交換日記もしてもらうし、もしかしたら手を繋いだりしちゃうかも。すごいな、ウブだな。こいつはなんか小学生が。それだけは嫌。そうな、女の子としてはそれは嫌だな。魔物と手を握るなんて。
あ、終わり？あ、終わったんだけど。その後のなんか展開は皆さんのご自由にみたいな感じ？やべえな、薄い本が熱くなっちまうぜ。